なんだこの神秘的な姿は。運べ運び尽くせ社員たち。ワノ国に潜入し消息を絶ったサイファーポール。最後の通信はビッグマグの船だ。情報操作なんてさせねえ。世界が変わる今は事実が一番面白い。たまらねえなこのライム感。なんだ膨大だぞ。事件か。これ見てみろよ。四皇カイドウ、四皇ビッグマム敗北。こんな巨大なニュースが世界を駆け巡るのに時間など必要なかった。数十年にわたり海に君臨した2人の皇帝を打ち砕いた3人の海賊船長。彼らに対し政府はそれぞれ30億ベリーという破格の懸賞金をかけた。